あるね。1、2、3、やばい、よし行くよ。キャスト、トリプルトリオアタック、うん、相手にダメージ3。うわぁ、3ちょうど。はい、こんにちは、バーチャル前原です。はい、今日はですね、6月23日に新発売されましたバディファイトの新デッキ、これをですね、開封して遊んでいきたいなと思いますね。はい、はい、こちらがですね、6月23日に発売された新バディファイトのスタートデッキなんだけど、うん、これまずびっくりしたのが缶のケースに入ってるんだね。そうだね、面白いね。面白いよね。それでうちらバディファイトカードでやったことないんだね、うん、我々みたいにカードでやったことない人たちはね、うん、このスタートデッキ出たタイミングで今はやるしかないよね。そうだね。それで6月から新しくスタートしている新バディファイトのアニメ、うん、あのメインキャラクターの3人のデッキが同時発売されてますね、うん、でまずこれが神ドラですね、うん、でここに描かれてるのはミカドユーが前の主人公の息子、うん、おお。続いてこちらがギャラクシートライアングルですね、うん、でここに描かれてるのは星海スバルだね。はい、そして最後にこちらがスパイラル万竜団ですね、うん、でここに描かれてるのは陸王マサトですね。はい、じゃあ早速開けていきましょうか。まずは神ドラからだね。はい、いきなり入ってる。まずカードが52枚入ってるね。はい、入ってますね。そしてこの下にもまだあるよ。あ、はい、入っていたもの、まずこちらがプレイマットだね、うん、裏はデッキ解説書になってますね。お、そして遊びの神業丸分かりシートってのも入ってましたね、うん、そして忘れちゃいけないのがこちらライフカウンターだね。そうだね、うん、でこれはこんな感じで引っ張り出していったりするとライフは減っていくんだ、うん、で続いてギャラクシートライアングル開けますね、うん、同じようにカードが52枚でしょ、うん、プレイマットや神業丸分かりシート、あとライフカウンターもしっかり入ってましたね、うん、つまりこのスタートデッキにはバディファイトを始めるために必要なものが全て入ってるわけだね。すごい、いいじゃん、うん、じゃあ即できるわけだ、これ。そうだね。はい、じゃあバトルやっていきましょうか。デッキシャッフルしました、うん、でまずは自分の手札、そしてゲージ2枚だね、はい、で残りのカードはデッキ置きます。よし、じゃあ行くぞ。最初はグじゃんけんぽい、あいこしょ、あいこしょ。わあ、パパ勝った。じゃあ行くぞ、バディファイト、オープンザフラッグということで、パパはスタードラゴンワールドです。僕はドラゴンワールド。はい、手札を見ましょう。じゃあまずドローします。はい、ドロー、チャージ&ドロー。お、まあでも先行は攻撃1回だけだよね。そうだね、うん、2回攻撃のやつでも先行は1回だけ。はい、完成流ファウンテンをセンターに行使します。おお、ゲージを1払うんで、うん、ゲージ入っちゃう、ね、いきなり。そしたら次に五星流カントンをライトに行使します。おい、でこちらゲージ1を払い、君のデッキの上から1枚をソウルに入れることができますので、あ、ソウルガード、ゲージ1枚払ってソウルガードにします、うん、ソウルガードはそれの下。そしたらレフトもまだイギリはコール、レフトはコールしませんじゃあ、パパ1回攻撃なんだね、うん、なのでじゃあ感染流ファウンテンでプレイヤーにアタック2ダメージ。お、キャスト、ドラゴンシールド聖人の盾、早くもそれでその攻撃を無効化し、あ、無効化、君のデッキの上から1枚をゲージに置く。あ、なるほどね。それでこれはドロップです。無効化されちゃった。えい、利用じゃ。じゃあファイナルフェイズターンエンドです僕のターン、はい、ドロー、えっとねーチャージ&ドロー。ではまず、うん、ゲージを2払って、うん、ガルガンチャードラゴンモードスラッシュをライトにコール。お、こいつは2回攻撃できる。2回攻撃か。そしてさらにゲージを2払って、うん、ゲージなくなっちゃったよ。ガルガンチャードラゴンモードディカバーをレフトにコール。え、無理だね。うん、コスト4になっちゃうんだよ。なるほど。あ、ごめん、ほんとごめん。あー、びっくりした、大きさが4になっちゃう。そうだよ、コスト3までだよ、この場に出せるのは。失敗しましたか。失敗したやっちゃったね。コストちゃんと見とかないとダメだよ、うん、アタックサイドいきます、はい、ガルガンチャードラゴンモードスラッシュで、なんだっけ、ファウンテンをアタック。攻撃力1万です。あー、じゃあキャスト。お、キャスト魔法ですね、うん、相手のターンの攻撃中に使います。その攻撃が連続攻撃でないなら無効化することができます。あー、はい、じゃあ2回攻撃になる。あ、そっか、2回攻撃か。そしてガルガンチャードラゴンモードスラッシュで再びファウンテンをこれは破壊された。1万のボ
よっしゃー、態度態度だね。うん、ダメだ。よし、じゃあドロチャージ&ドロー、戦闘竜シニスターをセンターにコール。おお、まさかそして戦具スターペンデュラムを装備。なんかよくライフを1払います。はい、なんで1減る、ライフが1減ります。でもまあこれはね、このカードは君のセンターに天球竜がいても攻撃できます。ということで戦闘竜シニスターでプレイヤーにアタック2か2ジョンジョン、五千竜カントンでもアタック 2です。ジョンジョン、プレイヤーからアタック2です。ジョンジョン、うわ残り4、やばい、残り4だ。そしていやでもさすがファイナルフェーズ、ターンエンドです。よかった。ドロー、チャージ&ドロー、ゲージを1払って装備、ガルサーベルを装備、はい、メインフェーズいきます、はい、それでメインフェーズ、うん、まずは目覚めし神ガルガンチャードラゴンでカントンを破壊、破壊された、うん、そして神竜拳ガルサーベルでアタック、うん、あやべ、4です。あれやばい、4だ、4でもセンターにモンスターがいない、センターにモンスターがやられたらやばいな、いません、はい、ファイナルフェーズ、うん、よし、嘘でしょ、ゲージを3払って、あーやばい、キャスト、うん、ガルガレードパニッシャー、あーやばい、相手にダメージが、このダメージは減らない、あーちょん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 、やったーやったーやったー、勝てたー、勝てたー、ちょっとパパいいとこまで行ったのにな、やったー、惜しかったの、このね2のモンスターがいて、こっちにね、うん、コスト1のモンスターが、もしくは0、うん、のモンスターが置けたらパパはね放てたの必殺技、もう2枚もあった、2枚持ってた、だけどいやダメだったね、うん、ちなみにこのガルガレードパニッシャーは、うん、スタートしてた時から持ってました、持ってたのね、じゃあもう狙ってたわけよ、ずっとね、そうずっと狙ってた、そうですか、はい、じゃあシャッフルして、ちょっとデッキも変えてみました、うん、じゃあ入れましょうか、はい、最初はグッジャンケンポイ、おー負けた、バディーファイト、はい、オープンザフラッグ、はい、ということでパパはドラゴンワールド、エンシェントワールド、はい、じゃあ戦っていきましょう、エンシェントはだからスパイラル万竜弾だね、そう、はい、ドロー、チャージ&ドロー、はい、万竜弾の王者アギトをライトにバディーコール、いきなりバディーコール、はい、いきなり11になります、はい、でプラス疾風触手をレフトにコール、はい、逃走ドラゴンジャベリンを装備、お払います、はい、このカードは君のセンターにバンディーダンがいても攻撃できる、まあ、いなくても攻撃できる、はい、D シャー、君の場の D シャーを持つカードすべては次の DC を得る、 DC、 このカードが攻撃した時相手の場のサイズ2以下のモンスターを1体破壊する、うん、アギトの方もDシャーがあります、 DC、 このカードが攻撃した時そのターン中このカードは貫通を得る、この子の DC は君のターン中このカードの攻撃力プラス2000、あーそうなんだ、じゃあとりあえず万竜弾の王者アギトでプレイヤーにアタック2、はい、チョンチョン8です、このターンはみんな貫通を得ます、だけどもうターンエンドです、はい、僕のターン、うん、ドロー、チャージ&ドロー、うん、そしたら目覚めし神ガルガンチャードラゴンをセンターにバディーコール、あいきなりそっちをバディーコールしてきた、はい、そしてライフが9になります、あーよかったー、攻撃しといて、ライトにガルガゼルをコール、ガルガゼル、はい、でレフトにムートガルドラをコール、おー、そしたらまずはガルガンチャードラゴンでプレイヤーにアタック、何ですか、2です、2か、2ということは9か、はい、9になる、でこのガルガンチャードラゴンのジエボの効果を使います、うん、このカードのバトル終了時君の手のドラゴットのモンスター、うん、1枚までをコールコストを払わずにこのカードの上に重ねてコールする、うん、ガルガンチャードラゴンモードスラッシュをコールコストを払わずにコールします、うわ1万、そしてこれがまた攻撃できるんだよね、うん、でこのカードが登場した時そのターンこのカードは2回攻撃を得ます、そしたらガルガンチャードラゴンモードスラッシュでプレイヤーに当たる、キャストキャスト絆シールド俺たちの盾でガード、はい、
相手のターンの攻撃中、君の場に万竜弾があるなら使えます。はい、あります。はい、その攻撃を無効化し、無効化した君のドロップのサイズ1以下のモンスターを1枚まで手札に加える。この子を加えます。はい、戻ってきた。なるほど。うん、でただ2回攻撃です。そう、2回プレイヤーにさらにアタック3か3ダメージ。6。うわ、結構いきなり食らったぞ。そしてガルガゼルで1ダメージ1ブシッ5ムートガルドラでも1ダメージブシッ。あわ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 。ターンエンドです。うーい僕のターン。それでドロー、チャージ&ドロー。じゃあいきます。はい、ライトにバンデューダのさアギトをコール。おほい、センターにバンデューダのサギトをコール。すげえな。111です。すげえな。それで バディモンスターが、バディモンスターが2個っていうね、すごい。ドラゴジャベリンと触手でモードリカバーをアタック。9000になります。あ、じゃあソウルガードが破壊する、ね、うさーん。はい、オッケー。やってしまった。じゃあバンデューダの多さアギトとバンデューダの多さアギトで連携攻撃。はい、これでセンターは空いた。だけどこのカードが攻撃した時あ、そっか、そのターン中このカードは貫通を得る。あ、しまった。貫通 2ダメージ。あ、まあでも大丈夫。はい、8です。ターンエンド。ターンエンド。じゃあ私のターンですね。はい、これカードがないからね、ドローしました。ちょっと賭けだなこれ。チャージ&ドローすべきか。するか、チャージ&ドロー。さあ何する。はい、ああ、なるほど、まあいいでしょう。そしたら神竜拳ガルサーベルを装備。ああ、これだけよかった。ゲージを1あ払いますね。はい、そしたらアタックフェーズに行きます。まずは神竜拳ガルサーベルでアギトを破壊。ああ、線だから防御力が薄い。でこのカードの攻撃で相手のモンスターを破壊した時か、相手にダメージを与えた時、うん、君の場に神竜族のモンスターがいるならカードを1枚引きます。あ、そうだけ。ということで1枚引き取ろうですね。で、ガルガゼルでプレイヤーにアタック。1、はい、ということは5だ。はい、ムートガルドラでアタック。4、はい、ターンエンドじゃなくてファイナルフェーズだね。ターンエンドです。はい、じゃあ僕のターン。スタンドしてドロー、チャージ&ドローならアタックフェーズいきます。はい、バンデューダンの王者アギトでプレイヤーにアタック。やばい、いくつ。2か。6ね。うん、ジョンジョン。はい、疾風触手でプレイヤーにアタック。プレイヤーにアタック。2か。2 4になってた。逃走ドラゴジャベリンでプレイヤーにアタック。1だ。やばい、3になっちゃった。ボーン。ファイナルフェーズ。ファイナルフェーズ。嘘でしょ。相手のライフが3以下で君の場に D シアを持つカードが3枚以上あるなら使える。あ、あるね。1、2、3。やばい、よし行くぞ。え、あれは、うん、ゲージはいくつ使うの。3使います。ゲージ3。3使って、うん、キャット、トリプルトリオアタック。相手にダメージ3。うわー、さあちょうどぴったり。ジョンジョンジョン。うわー、よっしゃー、また負けたー。どうなってんだ。よっしゃー。そうですかー。ちょっとどうしよう。なかなか良かったんじゃないですか。うん、すごいね、2連勝だったね。2連勝素晴らしいじゃないですか。はい、ということで戦い終わりましたけども、うん、エシ君2連勝イエーイ。すごいね、出来変えても必殺技で勝つっていう、ね、必殺勝ち。よかったね、うん、どうだった。必殺技で勝つのがすごい気持ちよくて。そうだね、うん、うん、で、いろんなやっぱカードに効果があるから。そうそう、そういうのがね。そう、カウンターしたりとかね。カウンター無効化とか、相手の攻撃無効化とか、うん、いろいろあるから、うん、面白いね。うん、面白い、うん、あとこのライフゲージもね、なかなかそうそういいよね。そう、これがあるから分かりやすいし、うん、そうそうそう、うん、ということで、もうこちらのですね、新バディファイト、うん、ミッドもデッキ発売されてますので、うん、ぜひ皆さんも買って遊んでみてください。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。